皆様、新年明けましておめでとうございます。どうも、映画が友達ラブです。ラブズッキュン。でも映画チンピレジャガモン斉藤です。どうも、映画バカ芸人アンコです。パニパニュー。シネマショットは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくという番組である。おほほほ、いいね。はい、博士っぽいね。さて、今回はですね、はい、2021年新年一発目のシネマーションということで、はい、2021年の目標をですね、うん、それぞれ発表していきたいと思います。いいですね。これも恒例行事ですね、新年の ね。そしてですね、さらにシネマーションから視聴者の皆様にお年玉プレゼントがあり、いいね。はい、動画の終わりで説明しますので、うんうん、飛ばさずに見てください。見てねー。だから覚えてる？僕が多分リリコさんと有村コンさんと戦うみたいな出ていただきましたからね、はい、アリコンさんにね。あんこさん何でした？僕映画出演、うん、はい、っていうのがあって、ちょっとまあ微塵も感じないぐらいちょっとなかったですね。ラムちゃんは？私コミコンに3人で出る。はい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 、出れなかったね。出れなかったね。だから、だからまあ失敗というか、まあそうだね、叶わなかったみたいなこと。ラムちょっと出たわ、コミコン。え？ステージ出た？出た？出た。いやいや、俺ら声かけられてないよ。いや、俺もないよ。ないよね。ない。ごめん。え？一抜けした。おーい、小娘。ごめん、ふざけんなよ。なんならデロリアンに乗ってきた。何やってんだよ。おーい、ふざけんなよ。バットモービルにも乗ってきた。おーい、ふざけんなよ。ふざけんなよ。スターウォーズのテーマずっと流れてたよ。いいな。それは家でもできるから冷静に考えた。冷静になった。急にハッとしたけど。それでは2021年の目標をね、掲げていきたいと思います。バーン、上映会の前説オア MC。 ほー、舞台挨拶の MC か前説か、できれば MC。 なるほどなー。いや、わかるよ、わかるわかるわかる。ただね、こうね、3人でこう出てるイメージはつかないんですけど。確かに、うん、映画の題材にもよるかもね。この例えば3人組の話でとかね。ああ、そういうのとかだったらなんかこう合わせやすいんじゃないでしょうかね、コンセプトとして、うん、あら、うまいですね。はい、はい、やっぱりそういうものですからね、やっぱり、うん、もっと下から行こうぜお願いします。何かあれば、何でもいいです。見てる偉い人、お願いします。僕が掲げる目標はですね、こちらです。映画出演デジャブデジャブですイエーじゃないんだよイエーじゃないんだよまあ、去年のリベンジというか、2020年の、まあ、リベンジということで。そうだね、結構ね、お二方は結構かなったっていうか。あー、まあ確かに半分かなったからね。半分ってあるじゃん、ハーフ&ハーフ。そう、うん、俺だけかなってねえのよ。あー、そっと。まあ、これも3人で出たい、やっぱ。そうだね、うん、これやっぱね、僕らの演技力多分皆さん知らないと思うんですよ、うん、だからちょっとここで演技3人でしたいな。やっぱこれをやっぱプロモーションにしたいなって。一回試すじゃん。ちょっと一回、これがオーディションだと思ってね。一回今、うん、どうなんか、なんか場所の設定とかだけでもします、うん、刑事役、僕が犯人になります、うん、で、二人はバディ組んで追い詰めた、うんうん、って感じ。はい、動くな、手を挙げろ。日本の警察の方は優秀だったな。あ、何言ってんだ。撃ち殺すか。おっと、いつでも撃てるんだぞ。法に触れるぞお前が法に触れてんだ。おっと、座布団1枚。1枚、1枚。どこ見てんだ。あ、こいつマイクやってます。よし、こいつは絶対に逮捕するしかねえな。おい、待て。あ、なんだそれは。なんだあれは。吹っ飛ぶぞ。爆弾だ。爆弾処理班を呼べ。よし、俺が後輩なのか先輩だと思ったぜ役割的にくそ爆弾処理班聞こえるか。今すぐ現場に急行してくれ。連絡しました。よくやった。先輩、後輩だと思ってたけど先輩、今連絡しました。斉藤、よくやった。はい、昇進も近いな。 ありがとうございます
何笑ってんだ手を挙げろ。おっと日本の警察は優秀だな。2回目だお前。おっとお前サブやってるな。やってないですよ。やってる顔しやがって。でも来る前に吹っ飛ばしちゃおう。え？離れろ。爆発しない。爆弾処理班まだか。まだだ。爆弾処理班まだです。爆発しない。え？なんだこいつ。なんだこいつ。どうしたら。なんだこいつ。え、ちょっと待って。え、オチは俺なの。はい、僕じゃあ2つ掲げさせていただきました。私の2021年のみんなの目標、こちらバン。浜辺美波音帯に貢献する。2つ目、シネワゴン。まず上の浜辺美波音帯、まあ気づいてる方もいるかもしれませんけども、まあ、浜辺美波さんがねリプをくださってね。そうですね。おそらくあれで、シネマンションを知らない方々とかが、うん、浜美波さんが声をかけるようなチャンネルなんだみたいな、うん、あるいはこう雰囲気みたいなアピールをすごいしてくださったなと思っているんですね、うんうん、なんで、まあ、その何かしら例えば浜美波さんの新作とか、うん、なんかそういう時があった時にちょっとこうなんか俺らなりのこうお手伝いというか恩返しみたいなことができたらすごくいいかなと、まあ、できればねちょっとシネマンションにねちょっとコラボというか、まあ、だから僕らっていうよりこうスタッフの皆さんでどうにかそのわかんないですけどね。これは僕はもうなんとかで、このシネワゴンはね、なんだろう、ラブワゴンみたいな。そう、まさにそう。やっぱずっと言ってるけどツアーをさしたいじゃん。したい、はい、したい。大阪の方がさ来てくださいとか言ってくださってたりとか、名古屋の方とかが言ってくれたりしてるじゃない。でそこにこう向けてツアーをするこの僕らの乗り物、シネワゴンをちょっと作る。色も全部こうシネワゴンってことか。そう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 。でラムちゃん運転してもらって。あーいいね、大型車。ワゴンは無理。さあそれでは最後にシネマンションのお年玉企画。どーさあ名古屋の方。さあ今回のお年玉ですが、うん、まず最初にプレゼントの内容を説明したいと思います、はいはい、中身は1つ目、うん、私たちがおすすめする映画の DVD を1本プレゼントします、うん、で大当たりのものには2本 DVD が入っております、うん、そして2つ目はシネマンションのオリジナル T シャツ。はいはいはい、はい、こちらにですねサインを書いたもの、うん、もしくは私たちが監修した本、うん、シネマウィズカクテル、はい、こちらにサインを書いたものどちらかが当たるというわけですね。だからこれと DVD か、うんうんうん、これと DVD か。なるほど。っていうわけでございます。 DVD は絶対入ってるわけね。 DVD は絶対入ってる、はいはいはい、でこちらをセットにして抽選で10名様にプレゼントします、うん、で応募方法はですね、シネマンションのツイッターをフォローしていただきまして、お願いします、ハッシュタグシネマンションお年玉2021をつけて、2021年絶対見たい映画を書いて投稿してください。楽しみな映画ですね、はい、うん、当選者10名様には DM にてポニーキャニオンさんの応募フォーム URL をお送りいたしますので、詳しくは概要欄をご覧ください。はい、それでは私たちがチョイスした映画をですねちょっと軽く説明していきたいと思います。はい、はい、私のお年玉はこちらです。ででん、ライリーノース、復讐の女神ですね、うん、はい、で私前回のお年玉でジョンウィック、はい、去年の、はい、選んだんですけど、はい、もう女版ジョン・ウィックです。あー、じゃあ気持ちよさげな、もうあのまっすぐストレートの復讐物の映画なので、はい、本当いい意味で何も考えずに見られる、うん、いいね。そう、もうやっぱね正月って正月ボケしてね、うん、何も考えられなくなるんですよ。わかるよ。だから私サスペンスあんま見ないんですよ正月。いや頭使っちゃうからね。そう、うん、もう本当ワイスピ的なものしか見ない。ドッカイエーイ、バッコンバッコンのに、これはとても最適だと思います、うんうん、はい、私が押したブルーレイですね、うん、こちらバン出ました。
ジョージ・A・ロメロ監督の資料の餌食ブルーレイ HD ニューマスタースペシャルエディション初回限定生産でーす。豪華ですよ。この中にこのブルーレイとあと特典のオリジナル脚本、あとね劇中で出てくる新聞紙が登場するんですけど、その新聞紙のレプリカとかが入ってたり、で注目していただきたいのはこの敬礼をしているゾンビ。そう、これなのよね。これがいいんだよね。ゾンビなんだ。それこれゾンビなんですよ。飼われてるゾンビで、まあ、ちょっとね詳しくは言わないのでちょっとぜひ見ていただきたいんですが、このねゾンビがいい働きを、とんでもない名シーンありますからね。最高の名場面があるんで、この敬礼どこで出てくるのかね、そこ注目していただけたらめちゃくちゃ楽しめる豪華なプレゼントになってますので、お願いします。私が、お年玉プレゼントで、皆様に贈りたいプレゼントはこちらでございます。資料の盆踊り。資料ブームなの？資料ブームですね。まさかの続いてますね。資料、はい、資料すごいな。全くつながりはないです。ないですよね、うん、びっくりじゃないですけど、はい、まあ、こちらの資料の盆踊り、これおっぱい出てるやつじゃん。そうなんです、ラムちゃん。というかもう本当にひどいってすごい有名な映画、ね、有名だよね。本当にこれ冒頭からすごくて、もう闇の帝王が語り手みたいな感じ、ああ私はなんとかってこういうシーンがあるんだけど、ずっと多分カンペ見てんのよ。覚えてないのセリフ。いやもうねずっと目線がこう下向いてんのこうやって、で私はって言って、そっからちょっとよく分かんないストーリーが始まって、うん、でまあ女性の霊をこう呼ぶのよ、うんうん、そしたらなぜか上半身裸の女性がこう出てきて、うん、なんか炎の中でずっと。本当にただ1時間半ぐらいずっと踊るって。と思ってもう爆笑しちゃって、これ何これと思って、もう癖すぎてやみつきにはなる、うん、映画で俺逆にちょっと2回目見てみたいもん。あもう笑っちゃって。はい、ということで今年もたくさん映画見て、うん、たくさん感想を私たちも提供していきたいと思いますので、はい、協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。2021年もシネマショーをよろしくお願いします。ポッポッポッ。どうも映画友達ラムです。ラムさん。どうも映画人ビラジャゴの斉藤です。お願いします。どうも映画バカ芸人アウクです。パニパニュー。明けましておめでとうございます。